日向坂46の佐々木美塚深ひな、富田鈴香がパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組、ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、毎週金曜11時30分から11時55分。この番組は、ランチ前にほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指していますが、様に脱線してしまう番組です。 6月30日、金曜日の放送は、日向坂46の公式 YouTube チャンネル、日向坂チャンネルにアップされた、富田鈴鹿の出演動画が100万回再生を突破したことにコメントしました。バル、パーソナリティの富田鈴鹿、トンダのメイン動画が100万回再生突破、日向坂46の YouTube チャンネル、日向坂チャンネルにアップされている、富田、 車を買う、指導。富田、初めてのマイカー選びがち、の動画が、100万回再生を突破しました。配信日現在は127万回再生。本当にびっくりしちゃいました。いろんな方に私の動画が見られているのかって思うと、なんかブルブルしちゃいます。わら。自分がこんなことを成し遂げられるなんて思っていなかったので。 バル、しかも、あの動画に映っている私って、めちゃめちゃ、素、なんですよ。マネージャーさんにもスタッフさんからも、素の姿を見せてほしい、ってすごく言われていたので、本当に元でやったんですね。それが、まさか100万回も再生されるとは思ってもいなかったので、逆にそが出すぎていて恥ずかしい、わら。 でも、日向坂46の中で、車、乗り物、と言ったら私、みたいな感じで捉えていただけたら、嬉しいなって思います。パーソナリティの富田鈴香、実はこの動画、まだ、シャープ1、第1回、なんですよ。ただ、車を、本当に買うの、買わないでしょ、みたいに言ってくださる方もいるんですけど、絶対に買いますから。 でも今はナンバー1では購入しなかったので、口だけの人みたいになっていますもんね。わら。これは、スタッフの皆さんも本当に期待してくださっているんですよ。次はいつ、ロケに行くの、次は絶対に買うよね、って。なので、本当に買います。YouTube を通して、車を勉強しながら、愛車を見つけていきたいなって思いますので、ぜひ今後の動向を楽しみにしていてください。